こんにちは、クレアです。今日はですね、ブラスブラムのバンドカラーシャツなんですけど、定番のチュニックシャツを、ご紹介したいと思います。実はこれ定番なので、クレアでも何回も、リピートで入ってきている商品にはなるんですけど、ですね、ちょっとこう小耳に挟んだところによりますとですね、リモートされている方に今人気なのがバンドカラーってちょっと聞いたんです。私たちは実はリモートではないんですけど、お家でされてる方もたくさんいらっしゃると思いますので、なぜこのシャツがいいのかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。バンドカラーっていうのは、この見た通りですね、このここがバンドになってるカラー襟なんですけど、シャツだとちょっとやっぱりこうカチッとしすぎてる感じけど、 T シャツではちょっとやっぱり仕事の時どうなのっていう感じだと思うんですね。で、間を取ってこのバンドカラーがちょうどこう力が入りすぎず、でもこうちょっと仕事やってますっていう気分になるんじゃないかなと想像いたします。私もそれですごくいいなと思うんですけど、これはユニセックスでゆったりとした身幅があるので、男の方も着てらっしゃるんですね。で、ワンサイズしかないんですけど、フリーで、私が156センチの身長ですけど、こんな感じでゆったり着ることもできるので、かなりですね、幅広い身長とかですね、体型に対応できるいいシャツだなと思っております。はい。で、リネン 100% でできてますので、今からの春夏にかけてはすごい涼やかで、乾きも早いので、なんだったらちょっとこう1日交代ぐらいで使えると思います。はい。で、詳しいですね、体型別というか身長別とかはですね、前回ですね、ミキさんがすごい詳しくやってくださってるので、よかったらご覧になってください。で、今回はですね、そこで紹介しきれてなかった、ネイビーっていうカラーと、あとちょっと気になると思うんですけど、白の透け感なんかをちょっとお伝えしようかなって思っております。まずはですね、私は今ネイビーを着ておりますが、色がオフホワイト、フラックス、ブラックと4色ございます。で、ブラックとネイビーで迷う方はですね、どこが違うのって思うかと思うんですけど、かなりこれもネイビーは濃厚になってますので、黒に近い感覚では着れるんですけど、ちょっとこうやっぱり明るめで、大きく違うのはボタンですね。ボタンがブラックはブラックっぽい、ちょっと引き締まったシックな感じですけど、ネイビーは白いボタンが使ってあるので、ちょっとこう明るいマリンテイストな感じも感じられるのでいいかなと思います。生地感です。かなり薄い生地感になるんですね。こういった感じで見えますでしょうか。はい。透け感はあります。ですが、まあ色カラーを濃い色を選ばれたら、そんなに中は気にされなくてもいいと思います。今タンクトップみたいなものに1枚着てるだけ、これを羽織ってるだけの状態になります。で、まあ本当このシャツのいいところはですね、形がもうシンプルだけど、ここがちょっとラウンドしてて、見えますでしょうかね、この丸くなってるところが可愛いなって思って、普通のシャツとちょっと違う変化があって、私は大好きです。はい。ではですね、ちょっと白いシャツを着てみようと思いますので、お待ちください。はい。ではオフホワイトの色を着てみました。やっぱり白ってね、こう清潔感があって見栄えもいいと思うんです。で、気になるのがさっき言った透け感だと思うので、ちょっと寄ってみますね。透け透けではないんですけど、やっぱりある程度薄さもあったリネン生地なんで透け感はあります。で、今ですね、中に黒のカットソーを着てますので、この境目が一番分かりやすいですかね。こんな感じ、これぐらいの透け感はございます。はい。ただ軽くて、やはりですね、涼やか、清潔感がありますので、白はいいかなって思います。お家で作業されてる方とかだったら、やっぱり動きやすさとかですね、肩の凝らないとか、着やすさも重要だと思うんですけど、これは本当に軽いのと、ここが結構ですね、広いんですね。なので動きやすい、そして肩が凝らないって感じで、とても楽ちんだけど、バンドカラーなので、ちょっとしたキッチンとかも
大人の余裕みたいなものも感じられますのでおすすめでございます。で白はですねやっぱり顔にこうレフ板効果って言いますかね、ちょっとこうパッと明るくなりますので、例えばズーム会議とかでも今日顔色はいいんじゃないみたいな感じで見えると思いますのでおすすめでございます。はい、お家ですしね、ずっと根詰めてやるばっかりじゃなくて少しやっぱ気分転換にちょっとこう別の椅子に座ってみたりとかソファーに座ってみたり、ちょっとお昼はお昼ご飯食べたりすると思うんですけど、その時もですね窮屈ではない、ちょっとゴロッと横になってもいいようなシャツになりますので、チュニックはとてもいいと思います。そしてちょっとお買い物、昼ご飯買いに行こうかななんて時もこれにもう羽織って出ればいいし、何ならもう羽織らなくてもこのまま近所に行ってもらったらいいと思いますので、ぜひいろんな着方ができます。で丈が長いので、体型隠しにもバッチリなんでございます。ちょっとお腹周りとかですね、この辺食べ過ぎちゃったなって時もですね、全然気にせず使っていただけると思いますので、そういった意味でも丈が長いものを1個あると、いいんじゃないでしょうか。かといって長すぎるわけでもないので、これぐらいの丈感ですね、私が膝上ぐらいには来ますので、程よく重くならず、この生地感の特性なんですけど透け感があることによって重くならないのですごくいいと思います。でそれだけも今折ってるんですけど実は結構長いんです。まあ男性も着てるぐらいなんで長いんですけど、これぐらいはあります。ですがまあ本当折りやすい、薄いので折りやすいです。ごわつかず、もたつかず、3回ぐらい折っても大丈夫なのでこれぐらい折って、あとは作業する、この辺をすっきりさせて作業する、いいんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、本日は、リモートの時になるほどと思ったんですけど、バンドから結構いいっていう、私も多分リモートをすることが今後あれば確かにこのシャツが1個あるとすごくいいなっていうふうにいろいろ想像してしまいました。はい、大人なのでちょっとある程度こうやっぱりこうだらしなく見えない格好って大事だと思いますので、バンドカラーのリネンシャツと1枚あっても損はないかなって思いますので、詳しいことをもっと知りたいなって方はですね、下の概要欄にリンクが貼ってありますので、チェックしてみてくださいませ。よかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ではですね、本日はリモートにもおすすめ、お家で過ごすにもおすすめ、リネンのですねバンドカラーシャツをご紹介いたしました。これから春夏に向けてですね、本当にこれ使い回しができてですね、これ開けてもいいので全然、開けてパッと羽織って日よけにもなりますので、いろんな使い方ができますので、チェックしてみてください。本日もご覧くださりありがとうございました。